Alright, hello everybody, CP9 キャットです。今回はね、リシーバーというゲームをプレイしていこうと思います。まあ、単発的ということでお願いします。まあ、このゲームは確かですね、1週間で制作されて、まあ、コンテスト用に向けて作られたものですね。で、まあ、ストーリーはないんですが、まあ一応目標はあります。ですね、目標は11個のカセットテープを集めていくということですね。で、まあこのゲームはですね、ガンのメカニックをとにかく、まあ、リアルに追求したものらしいですと。ちょっと一発撃ってしまいましたね、もったいない。よいしょと。では早速プレイしていきましょう。で、このゲームはですね、お、新しいマガジンだと思ったら懐中電灯か。すいません、ちょっと何考えてたのか忘れてしまった。ちょっとフラッシュライトを消したと。 OK、 ちょっと話が逸れてしまいましたね。このゲームはガンのリアリティを徹底的にリアルに追求したゲームで、敵は2種類ですね。確かですね、空飛ぶ何やらよくわかんない物体とタレットです。タレットはそんなに、まあ、気をつければ怖くはないんですが、タレットじゃなくて空飛ぶ物体はですね、見えないところから襲ってくるんですよね。ですからかなりそれが怖いんですよね。すいません、ちょっとホルスターちょっと弾を入れさせてもらいます。よし、間違えた。 OK、 ちょっと準備 OK ですねと。じゃあ早速カセットテープ探しに行きましょうか。ちょっとすいませんね、グダグダ、話がグダグダでちょっと慣れてないもんでと言い訳しておきます。まあ、カセットテープ11個集めれば、まあ、一応クリアっぽいですね。よいしょと。こっちのフラッシュライトの方が明るいかな。おっと、これは弾だ。弾は貴重なのでとにかく集めていきましょう。 OK ですね。で、ここの建物は、まあ、一応クリア しましたよと。じゃあ次はちょっとこっち行ってみましょうか。おっと、やっちまった、弾を無駄打ちすぎたな。ちょっとガンをホルスターしてと、弾を込めましょう。で、拳銃を出して E で落とすんじゃなくて Z で入れて R でコッティング。 OK、 これがかなり厄介なんですよね、当てにくいしと。まあ敵が出てくるので気をつけていきましょう。んー、ここ明るいからフラッシュライトいらないかな。でですね、そうそう言い忘れてたんですけど、床とか壁に当たるとリコシェットといって、あの、反射します。そして、まあ、コールオブデューティーじゃなくて、コールオブデューティーは弾が落ちないんだった。あのバトフィールドをプレイした方だと分かると思うんですけど、遠くの敵を狙うときってちょっと拳銃を上に狙うじゃないですか。このそれはなぜかというとですね、あの弾が、まあ、遠くに向かっていくにつれて落ちるんですよね。ですからそれも再現されていますよと。おっと、ことを言いたかったんです。よし、ちょっとあのタレット撃ち落としたいんだよな。もしかしてあそこに何かあるかもしれない。おっと、ちょっと後ろの方から行ってみようかと思ったら、あそこしか入り口ないのかな。おっと、危ねえ、無力化したかと思ったら無力化してなかったよ。
無力化しましたね。ちょっと怖いな。一応弾保持しときましょう。ああもう弾はないな。よし、この部屋はまたトイレか。ん？あ、タレットか。で、どうやら何もないみたいですね、ここも。じゃあ他のところ当たってみましょうか。敵はいないみたいですね。ちょっと下の方も覗いてみましょうか。よっと、何もいないみたいですね。オッケーオッケー。他に何も、あっと弾があった、ラッキー。一応弾込めておきましょうか。よし、ちょっと、じゃあ行きましょう。あ、そうだ、すっかり忘れてたんですけど、クエスチョンマークを押すとですね、このようにヘルプが出てきますので、まあ何が何だか分かんないという時はここを見れば良いでしょう。外か、いるかな。いないみたいですね。 OK、そこにカセットテープがありましたね、弾と一緒に。 OK。 Some receivers believe the message but are unable to hear the source themselves. We have developed a mind tech called clear tape to aid in your receiving. Your subconscious mind has been eroded by dangerous addictive media. To wean you from this addiction, we will trick your mind using its conditioned response to your advantage. By providing the correct external cues,Clear tape provides a way to reduce the symptoms of media damage. You will have been issued a clear tape. Put the tape into your tape deck and press play. At first, it is normal to hear only background static. After several sessions, you may hear a voice. どうやら、まあ、メディアの洗脳を解くものらしいですね。ちょっと注意して聞いてなかったんで間違ってると思うんですよ。屋上ってわけじゃないけど、ちょっと上まで来ましたね。真っ暗か、これは怖いな。天井も開いてるからな。あいつらが来ないっていう保証はないんだよな。よし、タレットとかソーサーはないみたいだね。下にあるかな。登れないな。よし、じゃあこっちにも方にも道があるみたいだね。じゃあちょっと行ってみましょう。んー、何もないみたいだね。あそこに弾がありますね。回収していきましょう。そこにもまた弾がありましたね。キョッケ、これでしばらく安心ですね。おっと、ちょっとラグが広かったね、今のは。あそこになんかありますね。くら、あそこから流れてくることはまずないでしょうから安心しましょうか。よっと、おっと、いた。ああ怖い怖い。他はいないそうですね。一応弾また米を直しておきましょう。まあ弾が足りなくて死ぬってこと結構ありますからね。おっと、あそこにもいたか。無力化はできてないか。当たったかな。タフだな。オッケー、撃ち落としましたね。あそこにももう一機ありますね。ちょっと
ワンショットですね。よしよし。ではもう弾を褒め直さないと、本当怖いですからね。一応コーティングして入ってることを確認しましょう。いざ撃つって時に弾が入ってなかったら死んでしまいますからね。おっと、タレットがあったな。わっと、操作があった。よし、ちょっと弾切らしてしまいましたね。ちょっと2番マガジンを変えてと。おっと、落とした。よし、じゃあちょっと下の方に行きましょう。おっと、危ね危ねと思ったらやられてしまった。残念だ。はあ、ということで、まあ、今回はここら辺で終わりにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次のエピソードじゃなくて、まあ楽しんでいただけたら幸いです。それではさようなら。